キックホン山梨スタート。こんにちは。まずはキックオフ山梨からお送りします。はい、今日はこの方にお越しいただきました。元ヴァンフォーレ甲府の小倉翔平さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、さあ小倉さん、まずヴァンフォーレ天皇杯初戦突破しましたね。はい、いや本当に初戦っていうのは緊張するし、はい、無事勝ってよかったなと思います。今日リーグ戦折り返しがもう偶然ということで、小倉さんにはここまでのヴァンフォーレの戦いを振り返っていただきたいと思います。まずチームが前半戦をどのように受け止めているのか直撃しています。ヴァンフォーレは今シーズン篠田新監督のもとシステムを3バックから4バックへチェンジ、堅守速攻スタイルで J1 昇格を目指しています。リーグ戦およそ半分となる19節を終え、 J1 昇格プレーオフ圏内の5位。この結果について指揮官はどう受け止めているんでしょうか。勝ち点がもうちょっとあればなっていうのも、数字を見れば思うところです。宇高を頂点にして素早い攻撃っていうのは意識してやってもらってるんですけれども、やはりこう孤立するようなシーンも多いですし、スピード感っていうのとゴール前に入っていくタイミングは物足りないかなっていうふうに感じて、守備のところではまだまだ川田選手のこうファインセーブで助けられている部分もまだ多いですので、前線からの守備、90分通してのチームの守備っていうのはもっともっと詰めていかなきゃいけないなっていうふうに感じています。攻撃ではチームトップの8ゴールを挙げている宇高選手を中心に、チームはここまで25ゴールを奪いました。この結果について昨シーズンの日本人チームトップスコアラー長谷川選手は、複数得点取れてる試合が少ないので物足りなさっていうのは個人的に感じてますし、去年になかったショートカウンターっていうのは今年できてるなって感じますし、逆にビルドアップでちょっと物足りなさっていうところがあるので、そこは徐々に突き詰めていきたいなと思ってます。チームが勝つために自分が何できるかっていうところを考えて模索しながら、プラスアルファで何かやっていきたいなと思ってます。そして第7節以降は1対0での完封勝利が6試合、守備陣が奮起し勝ち点を重ねてきました。ここまでサイドバックとして全試合出場の須貝キャプテンは、積極的な守備を続けることが大切だと話します。去年と比べてこう体を張る選手が増えたなっていうのは思ってるし、しっかりブロックを引いた中でも、自分たちのいい守備からいい攻撃っていう部分はできていると思っているので、そこがゼロが多い要因かなとは思っています。勝ち切れている試合も多いんですけど、流れを悪くして先制したのに負けてしまっているっていう試合もあるので、もっともっとそう引き分けだったり勝ちっていうのをどんどん増やしていくことが、これからも大事になってくるかなと思っています。ここからアジアチャンピオンズリーグを戦うなど、チーム力が問われる後半戦、J1 昇格へ強い覚悟で挑みます。勝ち点が詰まってきているので、1試合1試合で順位が変わってきてしまうので、まずは連敗しないということを、負けても次必ず勝つというところを続けていけば、必ず自動昇格権プラス優勝というのは近づいてくると思うので、必ず皆さんを笑顔にできるように結果で示したいなと思っています。プレーオフ圏内を目指すじゃなくて、本当に J2 優勝を目指すっていう強い意志っていうのをチーム全体が全員が持つっていうことは本当に大事だと思ってるし、本当に勇気をもらってるっていうか、だからこそ自分たちが結果で恩返しするべきだし、勝った時にやっぱサポーターの笑顔を見ると本当にこっちもなんか幸せな気持ちにもなるんで、今年はよりその回数を増やしていきたいなっていうふうに思ってます。監督選手に前半戦を振り返ってもらいましたが、小倉さんどうご覧になりました？篠田監督をはじめ、選手たちもう自分たち の, その課題だったり、修正するところが整理されているのかなと思います。
より明確になってましたよね。そうですよね、うん、で篠田監督にですね、今シーズン甲府が目指すサッカーでそれが現れたシーンというのを挙げてもらったんですが、ベストゴールは町田戦の宇高選手のゴールということで、はい、小倉さん、どんなところにその現れていると思いますか。まあ、このボールを奪ってから、縦に速い攻撃で、この全員が出てくるパワー、はい、スピード、うんうん、これは本当に素晴らしいゴールだと思います。ゴール方向への全員の同じ意識が向かっていった先に結果が生まれたゴールだったんですね。はい、で宇高選手はですね、ここまで、まあ、エースとして8ゴールを挙げているんですが、まあ、元チームメイトでありました、はい、どういう選手だと改めて。まあ、やっぱり点は取ってくれるなっていうのと、まあ、今シーズン特に感じるのが、周りの選手を生かすことができているなと思います。そう、ここまで4アシストとかなりこう献身性みたいなのが増したように感じるんですが、はい、そうですね、また年を重ねるごとに進化していく選手なのかなと思います。ご自身のプレーの質というのがどんどん変わっていきながらも成長している宇高選手ということなんですね、うん、さあ今度一方で守備の方に目を向けていこうと思います。まずここまでチームの窮地を何度も救っているのはゴールキーパーの川田選手かと思います。改めて川田選手の良さってどういうところでしょう。まあ、もう見てもらえば分かるんですけど本当にチームを救うプレー、はい、ビッグプレーというのが今シーズン多いなと思います、はい、そしてデータで見てみますと川田選手ここまでセーブ数はリーグ3位、うん、そしてセーブ率も7割を超えているということで、はい、現在35歳ですけど本当年々進化している印象なんですが、まあ、フィジカル的なところでいうと落ちてきちゃうんですけど、うん、まあ、それを補う経験値というのは、どんどん積み重ねていけると思うので、はい、まあ、今後も期待したいと思います。今甲府が目指しているサッカーってこうビルドアップするときはきちんとするっていうときに、はい、川田選手が起点になることもありますもんね。そうですね、もう今の、サッカーキーパーから攻撃が始まると言ってもいいので、はい、そういったところも期待したいと思います。役割があるわけですね。でその川田選手とともに守備陣を牽引して成長しているのが大卒ルーキーの井上選手。第2節でスタメンを勝ち取りますとそこから18試合連続でセンターバックとして起用されていますが、井上選手のここまでの活躍どうでしょう。まあ、本当に堂々としてますし、対人の強さ、フィジカルの強さというのもあるので、これからどんどんゲームを重ねていくとプラス経験値というのも、増えていくので、はい、まあ、まだまだ伸びる選手なんじゃないかなと思います、はい、本当当たり負けしないですし堂々とプレーしていまして、はい、改めてですけど後半戦に期待するところ、こんなところ求めていきたいけどいかがですか。まあ、本当に細かいんですけど1センチのラインを上げるとか1センチ下げるとか、はい、その何センチ単位にこだわってもらいたいですね。よりディティールの部分を突き詰めていくとより良いセンターバックに成長して可能性を秘めているのが井上選手ということなんですね。楽しみですね。では引き続きキックオフ山梨をお送りします。はい、元ヴァンフォーレ甲府の小倉翔平さんにお話伺ってまいります。はい、小倉さん、ヴァンフォーレが今シーズン J1 昇格するためと鍵ズバリ何でしょう。鍵はボランチです。おお、はい、小倉さんらしいお答えだと思うんですがこれ理由というのは。まあ、やっぱり今、今シーズン甲府が取り組んでいる堅守速攻、その速いサッカーに大事になってくるのがやっぱりボランチというポジション、はい、ボランチで奪って、速い攻撃、まあ、よしよしで見えてるんですけど、まあ、もっと後半戦増えると、よりいいゲーム、まあ、勝てるゲームっていうのは増えるのかなと思います。まあね、篠田監督になってからこの特に中盤の選手が求められる役割が非常に増えているっていうのはね、話になってましたからね、はい、で増やしてますもん ね、うん、その中で注目となる選手がいるとしたら。まあ、僕は松本凪選手、はい、どういうところ期待してます。まあ、年齢もまだ若いんですけど、まあ、奪う力、球際、戦える、そこから前にも出ていける、うん、まあ、そういった、パワー、運動量っていうのを持っている選手なので、はい、後半戦期待したいと思います。どのあたり具体的に成長していってほしいってありますか。ね、まあ、今でも十分いいと思うんですけど、まあ、周りを使う、周りを動かす、はい、そういったことができるとよりいい選手になるのかなと思います。まだ、ね、年齢としてはチームでは若い方かもしれませんが、はい、そういったところも踏まえて本当に名実ともにチームの中心選手にっていうところが
松本選手期待されてるわけですね。そうですね、はい、ぜひね小倉さんのようなたくましい選手になってもらいたいなと思います。ありがとうございます。はい、小倉さんにはまた番組の最後にご出演いただきます。またお願いします。はい、では次です。続いては女子サッカーです。なでしこリーグ2部 FC 富士桜山梨、昨日ホームに強豪の JFA アカデミー福島を迎え撃ちました。後半戦最初のホーム戦、開幕戦で敗れた相手にリベンジなるか。選手たちも連勝に向け気合い十分です。1対3で敗れた開幕戦の雪辱に燃える富士桜。前半7分、カムラのロングフィードに鈴木が抜け出しキーパーをかわしますが、ボールは無人のゴールの枠を外します。すると富士桜は11分、中盤で痛恨のミス。ボールを失うとそのままゴール前まで持ち込まれ先制を許します。富士桜はこの後も立て続けに失点し、前半だけで3失点を喫します。後半に入っても1点を失い4点を追う展開となりますが、富士桜は最後まで粘り強く戦います。背番号10菅が途中出場の脇田へスルーパスを送り、何度もチャンスを演出。さらに金井が左足を振り抜きミドルシュートを放ちますが、キーパーの好セーブに遭います。終盤には浜名のクロスに脇田がヘディングで合わせますがゴールならず。富士桜はアディショナルタイムにオウンゴールを献上し0対5の大敗。通算成績は3勝4分け4敗となり、10チーム中7位となっています。非常に悔しい気持ちで今はいっぱいです。私たちも成長はしていると思うので、あとは結果にこだわって勝ちをつかみにいきたいと思います。個人の能力が高い福島を相手に組織的な守備ができず悔しい結果となりました。次節は17日土曜日、アウェーで6位のビアティン・ミエレディスと対戦します。さあ続いてはブラインドサッカーの中日本リーグが押原公園で行われました。近県の3チームと山梨からオガルリーブレ山梨が出場したブラインドサッカー大会。ブラインドサッカーはキーパー以外アイマスクを着用して行い、指示を送るガイドの声とボールからなる鈴の音を頼りにゴールを狙います。初戦で FC コレチーボ静岡と対戦したオガルリーブレ山梨は青沼選手を中心にゴールを狙いますが、なかなかネットを揺らせません。それでも粘り強い守備で得点を許さず、決着は1対1の PK 戦へ。オガルリーブレのキッカーは大木選手、鮮やかに右隅に決めます。すると続く静岡の選手が PK 失敗。オガルリーブレ山梨が見事初戦を勝利しました。めちゃくちゃ嬉しかったです。本当にゴール入るのが初めてだったんで、その感覚が味わえてて本当嬉しかったです。そもそもそんなに目が見えない方と接する機会がなかったんですけど、こうやって初めていろんな方と接して一緒に本当プレーできるっていうのが本当何よりも魅力かなと思います。そして先ほど大会が終わりまして、オガルリーブレ山梨は2位となりました。